寿司。やったー。よし、ようやく自由だ。カタクリお兄ちゃんがあんなチンチクリに負けることなど何一つも考えられないけど、どの道私がいなけりゃ麦わらがこのミロワールドから出ることは不可能。残念だったね麦わら。私はオーブン兄ちゃんたちと合流して麦わらの一味を一人残らず消していくとするよ。お兄ちゃん、ブリュレだよ麦わら。あんた一体どんな手を使ってお兄ちゃんを。カタクリは倒せたようだな。信じられねえ顔。お前は。俺の名はナゾムズ。お前をここから逃がすためブリュレを捕らえて待っていた。無事だったのかペコムズ。ペドロの兄貴が死んで守ったお前らの命、こんなところで失うなんて俺が許さねえぞ。クイムイワラ、カカオ島へ、仲間のもとへ急ぐぞ。おう、離せ。サンジ君、そっちの様子はどう。ルフィはまだだ。海岸の艦隊には近づくな。俺が必ず船にルフィを連れていく。お前たち、武器の手入れは済んでるか。出てくるとするなら今から5分以内だ。お前ら覚えてろよ。さあ来い、麦わらのルフィ。一部の隙もない大包囲網がルフィを待ち構える。砲撃の嵐を耐えるサニー号もすでに限界。そしてついに迎える約束の時間。この絶体絶命の危機にルフィとペコムズが決死の大勝負に出る。次回ワンピース絶体絶命、鉄壁のルフィ包囲網、海賊王に俺はなる。